こんにちは、赤です。いや、先日まで開催されていたアマゾンのタイムセール、まあいろいろ安くなってたじゃないですか。で、私も買いましたよ。これ BenQ の 4K モニター、 Mobius EX2710U というモデルですね。27インチの 4K IPS パネルを搭載してまして、リフレッシュレートは 144Hz まで、応答速度は1ミリ秒という、まあ、現時点でかなり最強の部類に入るゲーミングモニターになります。もちろんですね、自作 PC につなげてゲームをやったり動画編集も快適にこなせそうだなというふうな考えではいるんですけど、こちら MacBook Pro につなげて使ってみたいなと、まあいろいろスペックだとか機能を考えたときに、この MacBook の外付けモニターとしても実は優秀なんじゃないかという思いがありまして、在宅勤務をされる方におすすめできないかなというふうな考えでいます。ということで、今日はちょっと変わった目線からこのモニターを見てみたいなと。前半では MacBook Pro、 こちらにつなげてどういう形になるのかで、後半ではゲーミング性能もしっかり試してみたいと思います。よかったら見ていてください。それでは行ってみましょう。それでは付属品の説明を先にしましょうか。まずは、まあ、特徴的なのはこれ、 HDMI ケーブルが 2.1 対応のものが付いています。この端子の端にはですね、 8K と書かれているんですよ。まあ、最近プレステ5に対応した、まあ、4K のこう HDMI 2.1 搭載モデルっていうのも結構出てきてますよね。でその他にはディスプレイポートのケーブル、こちらは 1.4 仕様で、まあ、こちらにも 8K というふうに書かれています。あとは USB ハブにもなるので、 USB-A と、タイプ B のちょっと四角いタイプのやつ、これがついてますね。そして電源はですね、 AC アダプター外付けのタイプなんですよ。結構このずっしりとくる AC アダプターがあるんで、まあ、ちょっと好みは分かれるところかなと。そして最後、リモコンが付属します。まあ、基本的にこのモニターの操作全部リモコンでできるんですよ。すごい便利なんですよね。で本体のデザインいきましょうか。まあ、3方向のベゼルが非常に薄くなっています。で下だけは結構太いんですけど、ここにはこう前面にスピーカーがあるんですよね。なのでメッシュ張りになっています。まあ、スタンドはこの V 型のいかにもゲーミングといった感じ。まあ、小さめのキーボードだったら収まるかなっていうぐらいのサイズ感ですね。MacBook Pro を置くとこんな感じです。ただこのスタンドですね、可動範囲は結構狭めなんですよ。首振りは左右15度まで。上向きも15度まで。下は5度まで。基本的にゲームをするときは自分の真正面にモニターを置くことが多いので、角度の調整はあまりできないようになっています。それと高さの調整幅なんですけど、今一番上まで上げた状態、これで机の上から 15.5 センチの型になります。一番下げた状態、机の上5センチ、ここまで下げることができます。あとはモニター自体の回転、これができない仕様なんですね。まあ、ちょっとこの水平を取るために、まあ、2、3度は動くかなっていう感じなんですけど、縦向きにしたりとかそういった機能はありません。本当にあのゲームに特化したスタンドっていう感じになってますよね。なので調整幅欲しい時にはモニターアームに乗せることをお勧めします。モニター背面も見ていきましょうか。これ背面のデザインがすごいんですよ。まず珍しく真っ白なんですよね。前から見た時は完全に真っ黒でしたけど、まあ、後ろは白いと。それに伴ってこのスタンドの支柱部分もホワイトになっています。で特徴的なのはこの真ん中のメッシュ部分、ここにはウーファーが内蔵されているんですよね。前面の方のメッシュには、まあ、2機スピーカーも搭載してるんですけど、まあ、背面にウーファーを搭載することで低音を出して、まあ、臨場感のある、まあ、サウンドにもこだわったモニターということです。またこの X 型のスリットの部分、ここが LED 内蔵されていて光るんですよ。光らせてみるとこんな感じですね。RGB の LED になっているので、まあ、様々な色に変化をさせることができます。もちろん色を固定することもできます。背面はまあ普段見えなくなる部分なんで、この光を直接見るってことはあまりないんですけど、壁際に設置するとモニターの周りがふわっと明るくなって、まあ、光の演出ができるんですよ。まあ、ある程度部屋を暗くしないと雰囲気は出ないとは思うんですけどね。
先ほどモニターアームの話も出しましたので、まあ、せっかくなのでこちら重量をチェックしてみましょう。交渉値なんですけど、この本体部分、スタンドがない状態で 5.7 キロという重さになっています。まあ、スタンド込みだと8キロになりますね。で、我が家で使っているモニターアームなんですけど、エルゴトロンのものが耐荷重 11.3 キロまで対応と。で、グリーンハウスのものが7キロまで対応ということで、ある程度モニターアームに乗せられる重さにはなってます。で、この 5.7 キロ、まあ、比較的軽いのかなというふうには考えてはいるんですけど、まあ、その秘密っていうのはやっぱりここにあるのかなと。そう、AC アダプターが外に出ているからですね。まあ、この外付けにする理由って、まあ、重量の面もあるとは思うんですけど、一番の問題は発熱だと思っています。結構ですね、これ熱くなるんですよ。まあ、それをモニターの中に収めないで、まあ、こっちの外に出したかったっていう思いはあるんでしょうと。まあ、ゲーミングモニターこのタイプ非常に多いです。はい、こちらアームに設置してみました。まあ、やっぱりですね、付属のスタンドの稼働範囲があんまり良くないので、こういったモニターアームにつけると、まあ、高さも稼げますし、まあ、いろいろ角度もつけられて非常に便利になるわけです。またですね、このエルゴトロンの白いモニターアーム、かなり相性がいいんですよ。ちょっとマットな感じのホワイトの質感っていうのが合うんですよね。それじゃあ Mac をつないで、さあ開いてみましょう。もう接続は済みなので、先に背面の LED がつきましたね。でそこから画面が映って、もう第一印象はすごい綺麗。これ部屋暗くするとですね、まあ色も割と自然の色出るんですけど、まず背面の LED やっぱり目立ちますよね。で、写真を表示してちょっとズームしてみるんですけど、全然これドットが見えないんですよ。はい。自分の動画を見ても、まあ、やっぱり 4K で撮影してるだけあって、本当に高精細で見えるんですよね。さすが 4K モニター、めちゃくちゃ綺麗です。カメラだとちょっと写り的におかしく見えるかもしれないんですけど、基本的にはほとんど同じ色に見えます。ただどうしてもこの MacBook Pro の14インチモデル、2021年モデルはかなりディスプレイが明るいんですよ。なのでこの1600nitだったかな、に明るさっていうのは全然かなわないので、まあ、その分だけちょっと暗めに映ったり、色が濃く黒く見えたりする部分はあるんですけど、結構この MacBook の色味の明るさもちょっと合わせてあげると、結構いい感じに近くなります。それと接続時の注意点お話ししましょうか。この14インチモデルの MacBook は HDMI ポートが搭載されています。これはこれで非常に便利なんですけど、 MacBook Pro の HDMI ポートって HDMI 2.0 までにしか対応してないんですよ。 2.1 ではないんですよね。ということは 4K で出力しても 60Hz までしか対応してないということです。まあ、せっかく 144Hz のモニターあるんで、まあ、しっかり使いたいなと思ったら、この USB Type-C のケーブルを使ってサンダーボルトからディスプレイポートにつないであげる、こういう接続が必要なんですね。で、この EX2710U の入力端子なんですけど、 HDMI が2つにディスプレイポートが1つです。なので必然的にですね、ディスプレイポートがこの MacBook で使ってしまうとなると、この自作 PC だったり他のものをつなげるときは HDMI でつなげるっていう形になりそうなんですよね。で、HDMI 2.1 を採用しているので、実はこれ 144Hz が出せます。なんかスペックですね、公式ホームページ見ても 120Hz って書いてあったりするんですけど、この画面の中の設定で HDMI の出力を 120Hz にするのか 144Hz にするのかっていう設定があります。それを切り替えてあげると、しっかりと 4K144Hz での稼働っていうのができるんですよ。自作 PC のゲーミングモニターとしても、この HDMI 2.1 でつなぐことによって実現できるということなんですね。まあ Mac にもせっかく HDMI 端子ついてるんだから、こっちも HDMI 2.1 に対応してほしいなというところですよね。次期モデルちょっと期待はしてるんですけど、
今年の後半もう出ないんじゃないかって言われてたりするんですよね。どうなんでしょうね、そのあたりは。と、接続端子の部分だとかリフレッシュレートの問題っていうのは他のゲーミングモニターにも当てはまるんですが、この BenQ の Mobius EX2710U、 これがですね Mac にぴったりだなと思うのは他に理由があります。それは色域の問題です。このモニターですね、 DCI-P3 の色域のカバー率が 98% となっています。まあ、IPS パネルということもあって発色がとても綺麗なんですよね。で、モニターの性能を表す言葉としてこういった色域のカバー率ってよく使われるんですよ。 sRGB が何パーセント、 AdobeRGB が何パーセント、 DCI-P3 が何パーセント。で、 Apple に関しては DCI-P3 をちょっと発展させたディスプレイ P3 というものを、まあ、この本体のモニターに当てはめてるわけですね。やっぱり BenQ ならではの機能がありまして、このモニターですね、 MBook モードというものを搭載してます。 BenQ にはクリエイター向けの製品の路線もあるんですけど、そちらに多く搭載されているものなんですよ。で、色味を選ぶときに MBook モードを選ぶと、基本的に MacBook Pro と非常に近い色味を純正で出してくれるんです。まあ、カラーマネジメントとか、まあ、基本的にはしなくてもいいんですよ。いや、これがすごいですよね。ゲーミングモニターなのに Mac 対応を最初から歌ってると、そう言っても過言ではないわけです。まあ、Mac の外付けモニターにするんだったら、あの PD だったりとかディスプレイポートだったり USB-C ケーブル1本でつなぐっていうのを、まあ、大事にしている方っていうのも多いとは思うんですけど、まあ、そういうのはちょっとないんですけども、色味の合わせ方が非常に楽だっていうのが、まあ、私がこれを選んだ決め手にもなっていますね。で、 MacBook Pro の14インチモデルですので、本体も Pro Motion といってリフレッシュレート 120Hz まで対応してます。で、外付けが 144Hz で動きますんで、もう全ての動作がヌルヌルと快適に動くんですよ。ほんとここを実現したかったんです。ただですね、 MacBook の True Tone 機能、こちらはオフにしておきましょう。そうじゃないと結構環境光とかで狂っちゃったりするので、まあ、そこだけが要注意でしょうかね。と、ここまでは Mac での使用感についてお話ししてきました。まあ、色味も合いますし、ぬるぬる動くんで非常に便利だなというふうに感じて使ってはいます。で、せっかくゲーミングモニターなんで、ちょっとゲームに役立ちそうな機能いくつか搭載してて、そこを紹介していきたいと思います。で、そこで便利なのがこのリモコンなんですよ。今 Mac に繋いでますよね。で、入力切り替えのボタンを1個コンポンと押すとですね、はい、もうすでに HDMI で繋いでる自作 PC の画面に移りました。まあ、ケーブル2つ繋いでおけば、こうやってあのボタン1個で切り替えることができます。まあ、一応この下の方にですね、あの操作系あるんですけど、これがあれば基本的に使うことはないです。まあ、全ての操作がこのリモコンで完結できるんですよね。で、ここからです。 BenQ の Mobius シリーズのみに搭載されている機能として HDRI という機能があります。で、ここにもロゴが入っててボタンもあるんですけど、このボタンを押すか、まあ、こちらのリモコンの方から操作できます。で、このリモコンに HDRI のボタンがありまして、これを押すことで、はい、ゲーム用の HDRI、シネマ HDRI、ディスプレイ HDR という、まあ、3パターンから選ぶことができます。黒がガツンと黒くなって、あの深みが増すやっていうふうには思います。ただその反面ですね、色味がちょっと正確ではない感じになっちゃうんですよね。まあ、デザイン面とか色合わせしたいときはこの HDRI はオフにしておいた方がいいなというふうには思うんですけど、ゲームやったりするときとか、動画映画を見たりするときは結構この HDRI が迫力を増してくれるはずです。あと、こちらにゲームのコントローラーのマークがあって、ここでも色味を変えることができます。これはゲームのジャンルによって定められていまして、FPS、RPG、レーシングゲームといったように、各ゲームのジャンルによって最適な色味になるように調整してくれます。まあ、これによって色域が変わって、まあ、ゲームに没頭できる環境を作るというのがこの Mobius のコンセプトのようなんですよね。ちなみにブランド名の Mobius っていうのは、メビウスリング、無限のマークで知られるやつですね。あれから来ています。
まあ、ゲームに無限に没頭できるっていう非常に怖いネーミングだなというふうには思うんですけどね。でもう一つモビウスシリーズたらしめている機能というものがありまして、まあ、それがですねサウンドの部分なんですよ。それがトレボロと言われる機能です。でスピーカーが内蔵されていて、あの前面にはこう2ワット2ワットの左右のスピーカー、後ろですね背面の真ん中にあのメッシュの部分ありましたよね。そこに5ワットのウーファーが搭載されています。でウーファーはですね壁に当たって音を跳ね返してくれるので低音がしっかり出てくるというような感じなんですよ。ちょっと音聞いてみましょうか。結構迫力のある音をしますよね。モニターの音としてはかなりいい方なんじゃないかと思います。結構ウーファーがあのいい仕事してるなと。はい、このリモコンであの操作ができるんですけど、音量の調整もできますし、あのミュートもできます。でトレボロにはですねあのサウンドモードが搭載されてまして、まあいろいろと変えることができるんですよ。あのもちろんこれもゲームのジャンルによってだとか、まあ、ライブの映像を楽しむためのモードだったりとか、まあ、いろいろあります。 FPS だと高音がこうキンキンしてちょっとくっきりはっきりした音になります。でシネマにすると、まあ、結構あの低音から高音までしっかりと出してくれる音響豊かな感じにもなるんですよね。まあ、音楽であればこのライブポップっていうところがまあ割と自然なのかなというような感じでしょうか。またこのモビウスなんですけどマイクも搭載されてるんですよ。でしかもノイズキャンセリング機能付きで指向性も切り替えられるので、あのモニターの前面にいるまあこういった声しか取らないよっていうようなまあ機能付きです。ある程度スピーカーの出力も他のモニターよりはいいし、まあ、マイクもあるということで、あのヘッドセットがなくてもあのボイスチャットができたりとか、まあ、ウェブ会議なんかもできたりはするわけです。まあ、どうしても専門のスピーカーだとかマイクに比べると音質面っていうのは劣っちゃうんですけど、あのモニターの音っていうふうに考えると、まあ、かなりよくできてるなというような印象でした。はい、いかがでしたでしょうか。BenQ Mobius EX2710U という、まあ、現時点で最強クラスのゲーミングモニターであるわけですよ。 4K IPS パネル 144Hz HDMI 2.1 対応と、もう至れり尽くせりですよね。もちろん Mac でも自作 PC でもあのゲーム機 PS5 とか Xbox にも対応してます。まあ、このモニター1個買っとけば基本的には間違いないっていうぐらいに仕上がっているものだと思います。私個人的には Mac の色味で高リフレッシュレートのモニターが使えるっていうのが一番の良かった点かなと思うんですよね。どうしてもデザイナー向けとかクリエイター向けのモニターって 60Hz 止まりのものばかりですからね。まあ、こういうゲーミングモニターを選ぶというものも一つ選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。